皆さんこんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木奈美とレブラ君です。はい、で、今日はあの幹事長の新しい本についてですね、実はあのちょうどこれが、配信される頃に本が出る、はい、あ、そうなんですよ、ね、6月1日発売の予定です、はい、だから私もまだ見てません、はい、その見ていただいてません、ね、現物は、はい、ということで、見てないんでどういう本ですか、はい、あのちょうど丸2年前に戦うことは悪ですが、うん、を上司させていただいたんですけれども、はいはい、あのそれを読んでくださったビジネス社の編集者の方が、あの今の桂木さんが、うん、10代の頃の桂木さんに出会えたとしたら何を伝えたいですかっていうのを書いていただけませんかというふうに振ってくださったんですね、うんうん、なので戦うことは悪ですかのこう若い人バージョン、ざっくりとそういう内容になってるんですけども、まあ、この2年の間で私があのいろいろ取り組んできたことも書き加えたし、前回入れなかった例えば狩猟の話なんかも入れさせてもらったり、うんうん、なるべく分かりやすく若い人がこういう意識を持って、過ごしていただけると日本も強くなるし個人も強くなるしトータルとして良くなるんじゃないかっていうような意識で書かせていただきました。なるほど、うん、で、本のタイトルが、はい、日本を守るため明日から戦えますかなんですよ、まあ、ということですね、はい、じゃあまあそれぞれ、例えばあの拉致問題とか、はい、あの皇室の問題とか、あ、そうです ね、そういうことについてこう、はい、まあ、せっかく の、 あのレブラ君なのでちょっと拉致問題について、うん、語らせていただきたいと思うんですけれども、まあ、前回入れなかった内容で今回加えたものとしては、うん、まずですね、私拉致問題に取り組み始めたきっかけが、まあ、ポーランドで出会った、オレンジ革命に対する学生たちの姿勢に刺激されたことだったんですね。そんな話を書かせていただいたのと、あと、取り組み始めて間もない頃にこれ荒木さんに質問させていただいたことなんですけれども、やっぱりあの拉致被害者の方も北朝鮮で長く暮らすうちに、まあ、恋もし結婚もし、まあ、恋できる環境なんか分かりませんけれども、子供も生まれて立つうちにやっぱり日本に帰りたくないというか、帰らなくてもいいや、もしくは新しい家族と引き裂かれたくないから帰りたくないっていうふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないか、もし助けに行った時に帰りたくないって言われちゃったらどうすればいいんだろうっていうことがすごく大きな悩みだったんですね、うん、それを荒木さんに相談した時にこういう回答が返ってきて納得しましたみたいな話も書き加えさせていただいたし、はい、あと、まあ、何度か前にブルーリボンの缶バッジを金子渡さんが紹介してくださいましたけれども、うん、あれも若い人向けのアピールの手段としてすごくいいなって思ったので、そんなことも書いたりしました、うん、でぜひちょっとせっかくなので荒木さんにあの時の回答をこの場でもご披露いただきたいなと思うんですが、同じことかどうか分かんないけど、まあでもね、もし帰りたくないと言ったら、うん、帰りたくないと言っても、うん、それはもう国家の意思ですからね、うん、ともかく連れて帰る、うん、で北朝鮮というね、ああいうあのもう完全にその言論の自由とかも封鎖された国で自分の意思を表現するということはできませんから、本人自身が帰りたくないと思っていることもあるかもしれない、場合によってはね。 その視点というのも、うん、あの後になってなるほどなって思うようになりました、うん、だからあの日本に連れて帰ってともかくね、どんな無理やりでもいいから日本に連れて帰って、そこであのどうするかということを決めてもらうと、うん、でそれでやっぱり北朝鮮に行きたいというんだったらね、それはもうその意思を尊重するしかないし、でやっぱりおそらく大部分の人は日本に戻りたいというふうに思うだろうと思います、うん、それはあのご家族の意向がどうとか、うん、そういうふうなところに責任を転嫁しちゃったらダメですよね、うん、ちょうどあのよその国という作品でもね、うん、そのあたりのとっても複雑な、うん、言いたいけれども言えない、で自分も言わない方がいいんじゃないかと、こう自分のことも洗脳してしまうような環境の中で、被害者の方が本当に帰りたいなんて素直に言うのはなかなかできることじゃないんだなっていうのをね、うん、痛感させていただきましたね、うん、はい、でそのまあ10代の頃の自分に一番言いたかったことは何だ、うんうんうん、あのですね、うん、当時の私は自分で言うのもなんですけど真面目だっただけに、うん、なおさらは学校教育を信じてしまってたんですよね、うん、だから
あの言われるがまま、教育もそうだしメディアもそうだし、うん、言われるがままではなくってちょっと引いて自分の頭で考えてみましょうよってことを一番言いたかったですね。ただ、うん、まあ、若い頃っていうのは絶対情報量が少ないから、うん、やっぱりこう身近な人の影響を受けるっていうのは当然といえば当然なんですけども、うん、そんな中でもやっぱりこう感性のいい人は気づいていたりもするんで、うん、ちょっと一歩引いて、うん、あの全体を俯瞰してみましょうよってことが、うん、トータル的には言いたかったかなと思います、うん、でも、うん、結構ね、うん、あのちょっと左翼っぽい学校でもあるから、うん、そうですね、というのもね、はい、でそういう学校教育の環境下にある人って今でもいっぱいいらっしゃると思うので、うん、例えば平和とかっていうととっても耳障りがいいですけども、うん、その平和を保つためには戦う心も必要なんだよ、うん、まあ、うん、内容的に言うとそれが一番伝えたかったことですね、うん、はい、まあ、本当ね、うん、ぜひあの若い人、うん、本当にあの10代とか、ね、あの20代とかともかく まあ、あんまり今の若い人ってそれほど我々特に、まあ、僕なんかの年になっちゃうと、うんうん、ね、結構70年安保とかね、あの見てる世代なんで、まあ、やってたほどではないけども見てた世代だから、そういうこう頭ちょっと固定化してる部分がね、うんうん、あるんですけど、今の若い人はそういうことないから、うん、まあ、ぜひね、あのそれを読んで改めて、うん、あの純粋に受け止めてもらいたいなと思いますね。 ありがとうございます、うん、でね、ちょっと面白いというか、うん、あ、そっか、まだこうだったんだなと思うエピソードがありまして、うん、あの今回ビジネス社から出させていただくんですけど、うん、5、6年前に川添恵子さんとか赤尾由美さんとかと一緒に国防女子が行くっていう協調を出させていただいた出版社なんですね、うん、でその国防女子が行くの時にタイトルを決めるにあたって、うん、赤尾由美さんが愛国女子が行くでどうかなってっていう案を出してくれたんですよ。でもその時私、うん、愛国って言葉を出したら絶対引く人がいっぱいいるからやめましょうって言って、うん、国防女子が行くになったんですね、うん、でもあれから5、6年の歳月が流れて、なんか私そろそろ大丈夫なんじゃないかなって思い始めてたんです、うん、で実際あの編集者の方が愛国っていう単語も入ったタイトル候補を出してくださったんですけど、うん、いいんじゃないってちょっと私は思いつつも、うん、あの甥っ子姪っ子がちょうどあのターゲット層の年代なので、うん、意見を聞いてみたら絶対やめた方がいいって言われてそっかまだダメだったかと思いましたね。なんかその辺も、うん、サッカーとかねオリンピックとかではあれだけ日の丸をみんな振って一生懸命、ね、愛国心満々で応援しているのに、うん、まだダメなんだなっていうことはちょっと印象的でした。なるほど、まあ、またねいろんな状況が変わってきたら変わるかもしれないですけどね、はい、あ、それでですね、うん、あの本当私の本のことで恐縮なんですけれども、はい、会長を務めている崎森と歩む会と高等守る国民連合の会が共同で出版記念会を開催してくれることになりました。7月22日土曜日市街の TKP でご覧のような、はい、詳細でやっていきますので、もしよろしければご参加いただけると嬉しく思います。お待ちしています。はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価そして、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。ではではまた来週。